皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。小学校6年生の算数、今回は分数割る整数の計算について説明します。まず考え方2つ紹介します。括弧1は7分の4割る2のように、分子の数を整数で割り切れる場合です。この7分の4というのは7分の1が4個分ですね。この4個分を2で割ると考えます。ですからこの場合は7分の4割る2となります。答えは7分の4割る2は2ですから2と、こうやって出します。もう一つはこの分子の数を整数で割り切れない場合ですね。これ例えばですね、1リットルの入れ物があって、それを等しく3つに分けた、その1つ分3分の1ですね。これをさらに割る2ですから2つに分けるわけですよね。ですから2つに分けるときにはこのように線を引くことができます。そしてそのうちの1つ分ですから、これが答えですよね。これ全体がいくつになったかでいうと、1、2、3、4、5、6、1リットルを6つに分けていますよね。なぜかというと3つに分けたものをさらに2つに分けた、ですから6つに分けた、そのうちの1つ分で6分の1、こう考えます。ですからこの時の式ですね、分母の3、3つに分けたものをさらに2つに分けると、 3×2 が分母に来ます。そして上は1ですね。答えは6分の1と、このように絵と同じようになるわけですね。ではまとめておくと、分数割る整数、基本的にはこちらの考え方を使って計算していきます。分数割る整数の計算は、分母にその割る整数、これをかけて計算します。では実際に4問解いていきますね。括弧1、4分の3割る2と、これは4つに分けてあったものをさらに2つに分けるということで 4×2、ね、これが下にいきます。そして上は3ですね。答えは8分の3と、こうなります。括弧2です。5分の3割る6、分母の部分は5つあったものを、5つに分けたものをさらに6つに分けると、 5×6 です。そして分子は3のままですね。この時3と6は約分できるので、計算の途中で約分しておきましょう。1でここは2になりますね。で5に10分の1と、これが答えです。3番です。9分の5割る4です。これは分母は 9×4 ですね。で分子は5と、計算すると串36分の5、これが答えになります。4番、1と7分の1割る3と、対分数ですね。対分数は掛け算の時と同じように加分数に直してから計算します。1と7分の1加分数に直すと7分の8ですね。これを割る3です。あとは同じです。分母は 7×3 と、分子は8と、1321分の8と、これが答えです。このように分数割る整数の計算は、分母にその割る整数をかけて計算すると、このことを今日は覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。